今はしごを直して自分のちょうどいい位置に合わせております。はい、皆様明けましておめでとうございます。今年も良い年になりますように。日本道民です。はい、大帰りから帰りです。これからもじりという一連の技に入ります。ひだらめです。赤さ大文字。続きましての乗り子は野村くんです。はしごに乗り始めてまだ2年です。まだまだ不慣れではございますので、どうぞ温かい目でご覧になっていただければありがたく存じます。出だめ。日本道民。肝つぶし。肝を冷やす、冷やっとする肝をつぶすということで肝つぶしと命名されております。逆さ大の字。逆さ大の字。谷のぞき。今ご覧いただいておりますこの竹のはしご、6メーター30センチの高さでございます。最後はベテランの箕島くんです。何でかよかったるよ。自分の名前する場合は1ヶ月膝発想。あと前役でした。何だって。
一人連れてってよ。日本カンタン、カンタンは夢の枕でございます。はい、大の字ぶいた返し、高さ大の字、はい、谷のぞき、大返り、はい、以上ではしごの演技を終了いたします。ご参拝の皆様の一年が素晴らしくなるなりますようご祈念申し上げます。ご観覧いただきまして誠にありがとうございました。